んにちは、工場長です。今日は夏休み工作シリーズ第3弾です。この夏休み工作シリーズ1弾2弾と続いているので、よかったら過去の動画も見てみてください。そして第3回目の今日はストーンペインティングをやっていきます。ただの石でもとても可愛く生まれ変わるので、よかったら見ていってください。それではスタート。まずは石を選びます。夏休み山や川にお出かけした時に拾った石とかだと、いい思い出にもなりそうです。使う石を決めたら、最初にアクリル絵の具の白で全面を塗っていきます。ベースを白にしておくと他の色が綺麗に発色するので、このひと手間が意外と大事です。全面塗ったら一旦乾かします。続いて薄いピンクのアクリル絵の具を全体に塗っていきます。ちなみに今私が作っているのは夏らしい動物です。ヒントはテーブルクロス。薄いピンクが乾いたら、これよりも濃いめのピンクで羽を描きます。次にモールのピンク、黄色、黒を使います。ピンクのモールを2本重ねて、先端からくるくると渦巻きを作るように巻きます。3周くらい巻いたら少し尖らせて、そのまま渦に沿って下ろします。そして2本離れてしまわないように少しだけねじっておきます。次に黄色のモールをさっき尖らせたところにくるくると巻きつけて、くちばしを作ります。長すぎるモールはハサミで切っちゃいます。そして黒いモールを黄色のモールの先端に3周くらい巻きつけて、これも余分な長さは切っておきます。もう何の動物かわかるかと思います。最後に黄色のモールを半分に折って足を作ります。モールの先端は危ないので、少し折り曲げてチクッと刺さらないようにしておきましょう。これを接着剤でくっつければフラミンゴの出来上がりです。続いて夏らしいものをもう一つ作ります。まずは石を白く塗って乾かします。次にアクリル絵の具の黄緑と緑を使います。全体に黄緑を塗っていきます。そしたら緑色でストライプっぽく線を描きます。最後に白い点々を描いて乾かしておきます。乾かしている間に綺麗に洗った空き缶を、これも白で塗っていきます。次は黄色のアクリル絵の具を缶の半分よりもちょっと多めに塗って、反対側からピンクのアクリル絵の具をグラデーションを作るようにトン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 と叩いて塗っていきます。筆よりもスポンジの方がグラデーションが作りやすいです。粘土を空き缶の半分が埋まるくらいまで詰め込みます。そこにさっき塗った石を刺せば、サボテン風の置物の出来上がりです。
で夏休み工作シリーズ第3弾はストーンペインティングやっていきました。普通の石ころが結構可愛くなって楽しいので、よかったら皆さんも作ってみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。